はいどうも。怒りと憎しみと呪いのチャンネル、世界最悪のチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそ。ということでね、ねえ、僕は昨日ちょっと大喧嘩をしてしまいましてね、まあ今年はおとなしくしてようと思ったんですけれどもね、ちょっと警察沙汰になっちゃいましたけれどもね、まあね、日本の治安というのはますます悪化しているな、ちょっと僕もその一端を担っているなと、ちょっとだけ反省しています。まあそれはさておきですね、やっぱりね、こういう腐った日本、腐った世界、ね、このワールドがね、僕を苛立たせるわけですよ。ということでね、まあ僕の話は置いといて、まあまだちょっとイライラしてますけど、ちょっと落ち着いたんでね、また過去のネタをメモしたネタをね、消化していく、そんなね、第5弾だと思います。第5回目ぐらいだと思います。ああなるほどね、ちょっとこのネタは話しにくいですけれどもね、やめときましょう。これはちょっとあれですね、いっぱいありますからねその時はいいと思ってもね、あんまり良くない、ね、意味不明なことも書いてるんでね、そう、執着がなくなると確かに悩みは減るって書いてるんですけど、何が言いたいのかさっぱり分かりませんね。その時ああ浮かんだんでしょうけどね、何かね、何かこんなね、お坊さんみたいなこと言われても何ヶ月か後の僕は困ってしまいます。ただあれ、これいくつかね書いてますけどね、そう、僕のね、労働のね、そう、これ名前を出しちゃはいけないので、〇〇氏が辞めてひどいことに、人材の大切さって書いてますが、これなら話せると思います。そうなんですね、人材ってやっぱりね、労働ね、知床事件もそうですけどね、やっぱりね、日本ジャップってよく言いますけど、日本自体がブラックなんですね。漆黒ですよ、漆黒。ね、この帽子ぐらい黒いんですよね。漆黒ですよね。漆黒。わかりますか？暗黒ですよね。ダークサイドですよ。この日本はダークサイドです。ですから僕が唱えるところのね、ネガティブ思考っていうのは結構正しいと僕は信じています。ね、まあそれはさておき、そうなんです、〇〇氏が辞めてね、そう、〇〇氏が辞めて、そう、僕の労働場においてね、何をやってるかとかは言いませんけれどもね、〇〇氏ね、名前は伏せますけど、〇〇氏ね、まあ、辞めてね、ひどいことになりましたよ、いろいろとね。やっぱり有能、まあそんなに有能とまでは言いませんけど、やっぱりね、人間、組織って、こう、なんだろうな、潤滑油的な人って本当にいるんですよね。そう、潤滑油的、めちゃくちゃ有能でもないし、めちゃくちゃ無能でもないけれども、やっぱりその人がいなくなると、途端にね、組織が崩壊、
崩壊する一歩手前まで行くような人はいるんですよ、やっぱりね。人間は大切にしないと、労働においてはね、特に、まあ、労働反対、労働反対、絶対、絶対反対なんですけれどもね、いざ労働をするっていうことになったら、やっぱりね、やめてもらっては困る人、ね、今回思い知りましたけどね、いや、もう、その人が辞めるって言い始めて、もうね、上に伝えたって言い始めて、ね、もう数週間でもう辞める、おい、ちょっと待ってよっていうね、これは大変なことになるんじゃないかって恐れて、引き止めたんですけどもね、上層部と、上層部と非常にね、この、ガチでね、この、まあ、喧嘩というか、仲が悪いというか、なんて言うんでしょうね、収拾、もうね、収拾がつかない事態にすでになっていて、全く僕知りませんでしたけどね。そうなる前に一言言ってよっていうね、勘弁してほしいですね、本当にね。言ってくれたんならね、僕はなんとかね、そこを取り持ってね、どうにか持っていくぐらいのね、このそれぐらいのね、それぐらいの何十年もね、労働してきてますから、もうそれぐらいね、まあでも無理なのかな、ここまで関係がこじれてはね、うん、これはもう上層部が 100% 悪いですからね。しかももうこの辞めたね、丸々氏は非常にね、もう長いですからね、僕も長いですけど、なんだろうね、僕と2年ぐらいの差があるぐらいです。もうすごい古い人ですよ。いや、ひどかった。いや、今もそのひどさは続いてますけどね。大迷惑ですよ。ね。そうなってくると、ね、そういう人がやっていた細かな、細かなね、労働のあり方みたいなものが押し付けられるわけですね、周りにね。でも周りは大抵無能だったり、やる気がなんか、まあ僕も無能でやる気ないですけど、もう僕に、説教を食らうぐらいの、もう、ね、無能だったりとか、どうしようもないんですね。うん、で、結局、ね、僕がやってみたりとかするわけですよ。ね。そう。ね、これ書いたのも、ああ、そっか、もう、そんな、なりますかね。もう3ヶ月ぐらいになりますか。いやまあやっと慣れてきたというかね、それでもやっぱりもう全然いてくれた方が助かりましたね、はるかに助かりました。なんて言うんでしょうね。そしてまた新たなね、この辞めてしまった名前を伏せますけど、〇〇氏の代わりが務まる人が全く探してこないんですね。これがまたね、10年前、20年前と違って、10年前ならね、お前の代わりはいるみたいな感じでね、圧をかけましたけど、今本当にいないですからね。もう人材不足っていうか、もうなんだろうな。これ日本社会の問題ですよね。日本社会があまりにこう人に対して厳しい、日本の企業がね、厳しい態度で臨むから、ね、有能な人は体を壊したり精神を壊したりして辞めていっちゃう、ね、でそういうブラックなところがバレてるから世間からは見放されね、新しい人は全く帰ってこないのに、業界自体はより複雑化して、
ね、余計な仕事を増やしていくというね、仕事じゃない、こんなものは労働ですよ、単純な労働です。いつか話そうと思いますけど、世の中どうですか、皆さんどうですか、仕事だなんて言える職業って天才外科医ぐらいしかいませんよ ね。天才外科医、頭脳とテクニックで難しい手術をこなすみたいな、あとみんな労働でしょ。スポーツ選手とかはあんなのお遊びですからね、部活の延長ですよ、あんなもの。部活の延長で何億ももらえるんですから、まあ大したもんですよね。ね、女性にモテたり男性にモテたりしてセックス、ね、充実感、満足なセックスもついてくるっていうね、卑怯ですね。ね、100% 嫉妬します。まあそれはね、まあ、そこで熱くなってもしょうがないですけれどもね。そうだから今の人材不足とかね、日本がほざいているのはもうね、だから言ったでしょっていう、僕の中ではね、だから言ったでしょ、ね、だから僕が10年20年前からね言い続けている文句を素直に聞いておけばね。まあでも、まあ僕だけじゃないでしょうけどもね、いろんな日本のいろんな職業を締め付けたり、仕事をね、こう、そう、これだって元を正せば人件費、そう、この辞めた丸々氏もね、人件費的なことでね、給料的な面においてのね文句が発端となってますからね。戦争のね、上層部との戦争はそこにありますからね。そこでこうね、上との圧力、戦争っていうものが勃発して、もううんざりだとっていうのが、まあ真相ですよね。まあだから止められたかっていうと、意外と止められなかったのかもしれませんね、うん、まあだからあれですよね、もう来るとこまで来ちゃって、もう不満が来るとこまで来ちゃって限界で爆発したんでしょうね、バーン。そうなんです、人件費を削る企業ね、そのくせいっぱい仕事、いや仕事じゃないね、クソみたいな労働を増やすね、うん、この矛盾がね、どんどん日本を貧困化させて、それなりの給料をアベノミクスとかね、ね、ワインがね、こうなんトリクルダウンでグラスのワインが溢れて仮想にじゃなくて、でっかい、とんでもなくでっかい巨大なお友達の作ったワイングラスにドボドボ入れるだけでね、あとはそのお友達と外国企業がチューチューするだけでしょ。我々庶民には何も還元されないというね、ね、絶対地獄に落ちますよ、自民党とか与党の関係者はね。まあそれはいいとして、いやちっとも良くない。そうだからこのね、ネタに、そう、丸々氏が辞めてひどいこと、人材の大切さ、そう大切です、ね、意外とね、辞めて昔と違ってね、辞めていい人ってますます少なくなってるんですよ。多分これ中小企業も大企業も変わんないと思いますね。だってもう人を極限まで減らして人件費を削ってるわけですからね。ね、辞められたら困るのにね、でかい態度は変わらないんですよ、ね、全然大切にしない、ね、で衰退していく、人口は減って、人口も減っちゃう、少子化、ねね、人を大切にしないからこういうね、日本の衰退っていうのは起きるんですよ、皆さん。そうでしょ、というね、うん、
ネタにしては大して面白くないですね、今日はね。うん、まあでも本当にね、これに日本の悪いところですからね、ネガティブマンチャンネルとしては取り上げないわけにはいきませんね。まあそんな感じですね。そうです。いや、つくづく思いましたね、今の時代ね、やめていい人はいないなって。もうそう、やめていい人はいないなって思いましたね、うん、やっぱり人は多い方がいいですよ、ねね、社内ニートとか言うじゃないですか。いや、もう社内ニートでもいないよりいた方がマシですよ。絶対マシですということが身に染みてね、日々の労働に疲れ切っているネガティブマンですけれどもね。そういうことを言いたかったです、今日はね。まあ何の盛り上がりもない。あ、そうだ、忘れてた。このチャンネルは史上最低ね、融資始まってさまざまな書物だとか、さまざまなあらゆる芸術作品とかね、あらゆるこのいう動画とかね、ドラマとかいろいろな歴史が今まで人類史に刻まれてきましたけれども、このチャンネルは史上最悪最低のチャンネルであり、また、うん、ろくでもない芸術でもありますからね。そう、それを言うの忘れてましたからね。何のためにもなりません。ただただ世の中を呪うチャンネルですね。皆さん、全然そうだ、全然関係ない話ですけど、動画のねコメント欄ね、呪いの言葉でもこう恨みつらみ書いてくださいって言ってるのに全然書いてくれないですね。書けましょうよ。例えばもうネガティブマン死ねでもいいんですよ、うん、煽ってきてもいいんですよね、世の中なんか YouTuber たちはアンチを嫌いますけれどもね、アンチも何もね、僕がこの世界のアンチなわけですから、このワールドのねアンチワールドですから、この世界が大嫌い、ね、反出生主義賛成、安楽死制度の早期実現やりますね、なんか政治家みたいになりましたけれどもね。そういうことを願っているのでね、何でも書いてくださいよ。寂しいじゃないですか。そう寂しい、そう寂しいっていうね、ネガティブもいいですね、うん、ネガティブチャンネルですから寂しいんですよ、このチャンネルは。世界の最果てチャンネルでもあるんでね、皆さん遠慮は無用ですよ。ネガティブマンに遠慮は無用ですからね。どしどしおはがきコメントね、お待ちしております、ね、で言えば言うほど目真っ白なんでしょうね、きっとね。いいですね、そういうろくでもないさが僕は大好きです。アンチですから、僕はこの世界のアンチなんですからね、冗談じゃないですよ。日々世界を滅べとね、思ったり願ったりね、ブツブツ呪いの呪文をこう発してますからね。そう、この動画でも、この動画集の中にも書いてます、言霊は嘘ですからね。皆さん騙されちゃいけませんよ、スピリチュアルなんかにね。こうポジティブシンキングが正しいとかね、騙されちゃダメですよ、あんな嘘ですからね。そう、僕はもうね、若い頃から結構試しましたよ、ポジティブシンキングとかね、言葉の大切さとかも全部嘘ですからね。やったね、しっかりと
しっかりとやった本人がね、このざまですからね。僕は自信があります。ああいうのは嘘だという確信がありますから。もうなんだろうな、そう、リンゴが木から落ちるぐらい自然なぐらいのね、それぐらい自然なことであるっていう確信ね、スピリチュアルなという嘘ですからね、嘘っぱちですからね。あ、そうだ、それで思い出しましたけど、人を呪わば穴二つとかね、あんな嘘ですよね。あんなのも嘘だし、じゃあ呪いのパワーが効くかっていうと、それもまた嘘ですよね。呪いのパワーが効いてるんだったらね、プーチンは今頃もうね、一瞬でガーって死んでるじゃないですかね。死んでないでしょ、プーチン元気ではないですかね。習近平も元気だし、毛沢東もね、ポルポトもボケるまでジジイになってまでしっかりと生きてね、天寿を全うしてますから ね。呪いがあるんならあいつらとっくに瞬時に死んでるでしょ。死んでないでしょ、もう余裕で長寿でね、ね、贅沢三昧をして余裕で死んでますからね。呪いがいかに効かないかっていうね。でも効かせたい、ネガティブマンとしてはね、この世界を滅ぼすために、何があってもこの呪いのパワーをね、世界にぶつけて世界を滅ぼしたい。プーチンの核兵器使用を支持しますと、一通り脱線したところで、まあ強引に話を戻すとですね、やっぱり世の中意外といらない人なんていないんじゃないのかなって昨日ね、死ねとかね、ね、罵り合いのね、喧嘩をした後でね、いらない人はいないんじゃないかなんてね、なんか偽善めいたことを言いますけれどもね、いや、死んだ方がいいやつはたくさんいますけれどもね、あの、まともなね、99.8% ぐらいの人は、別にいらない人はいないんじゃないのかなと思うんですよね。いや、たくさんいますけどね、いらないやつはね。いや、いるけれども、まあ 99.8% 大げさかな、 10% ぐらいじゃないですかね。本当にね、僕が喧嘩した相手とかがね、今までの人生の中で殺したいと思ってる 7,8 人ぐらい、そういうやつらは、でもね、人生であってたりとかした人たちにの中で言えば、もう全然ね、もう 1% ぐらいの話ですから、それを考えればね、 1% もないですよね。まあ、だからね、人間こう深く付き合えばそんなに悪いやつはとは思いますけれども、まあでもね、ろくでもないやつも多いですから、 10% ぐらいはいらないでしょうね。そう、八つ裂きにして殺しても別にね、焼き殺してもいいと思いますけれども、僕が言いたいのは、その8割9割の人のでね、ね、いやいや労働をしてるけれどもね、有能だったり無能だったりするけれども、やっぱりいらない人はそんなにいないんじゃないのかな、そこを僕は言いたかったんですね。この〇〇氏が辞めてひどいことになって、ひどいことになるなって僕はね、これはろくでもないぞ、ろくでもないことになるぞと思ってたら、本当にろくでもないことになりましたね。本当にね、人材は大切、人の存在は大切だなね、みんな連携して生きてるんだなっていう。ただこういう労働自体がね、なくなれば、こんなね、こんなことで苦しむこともないんですから。やっぱりアンチワールド、世界は滅ぼすしかないな、そう思います。なんかね、自分で話してて矛盾が多いなと思いますけれどもね、でもそういうことなんですよ。そういうことなんです。できればね、みんな労働から解放されてね、そう、悪いやつをね、
みんなでぶん殴って、そうね、こうなんて言うんだろう、最低限の普通の喜怒哀楽、まあ僕は怒と哀しかないですけどね、仲良く平和に暮らせたらそれでいいんじゃないですかと思いますね。全くまとめがグダグダになりましたが、とにかくね、世の中ね、世の中のなんだろう、労働してない金持ちたちや企業家たちや資本家たちはね、もっと人材を大切にしなさい、それを言いたいね。給料はしっかり上げて、給料を上げるってことはですよ、そう、もう一つ余計なことを言いますけど、給料をたくさん上げればね、経済は回るわけでしょ、ね、その人が旅行に行ったりね、こう有給を使ったりね、サボったりもできる、ね、そこで落としたお金がまた回り回るわけですから、でどんどん拡大していくわけでしょ。その人がいろんな趣味を持つことによっていろんな業界が潤うわけじゃないですか。だから素直に給料上げればいいんですよ。日本政府はどんどん円をすればいいんですよね。どんどんね、どんどんね、国の借金は借金じゃないですからね、皆さんね、こちらは基軸通貨を持ってね、日本はいくらお金を刷っても破綻、経済破綻はしないんですから。まあこの話をすると長くなりますけども、ね、とにかくあれですよ、政治家と企業家が、資本家たちがね、自分たちが美味しい思いをしようとして牛耳ってるだけですからね。お金をいっぱいするとね、物の値段も給料もいろいろ上がって、財産というものがインフレ現象を起こしていくわけですけれども、金持ちたち資本家にとっては、その今まであった1億が9000万円ぐらいの価値になっちゃうんですね、簡単に言えばね。多分それが嫌なだけなんじゃないですかね。あとはなんだろうな、財務省のメンツとか、そういうくだらないことなんじゃないですか、日本が豊かにならないのは。適当ですけどね。あ、そう、適当ですよ。大体このチャンネルは何のためにもなりません。そう、途中で言いましたけれども、何度も言いますけど、このチャンネルは世界最悪のチャンネルですからね、見た人は確実に呪われますね。ということで、ね、視聴するのはおすすめしません。今日はこれくらいにしてね、ちょっと喋りすぎましたね。全くまとまらない話ですけれども、ね、資本家、企業家たちは人材を大切にしろ、ね、さもないと、このアンチワールドのネガティブマンとその仲間たちが本当に滅ぼすぞ、テロリズムするぞっていうことを言いたかっただけです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ネガティブマンでした。